今井博士は、大阪府出身の日本のキーボード奏者、編曲家、サウンドクリエイター、音楽プロデューサーである、大阪音楽大学生学科中退。在学中に作曲とコントラバスを個人的に学んだ。サディスティック、ミカバンドに在籍した当時は博氏今井で表記されている。1970年、谷村真嗣率いるロックキャンディーズに参加。夏のアメリカツアーに同行。 香川亮、キャプテンヒロ&、ザ・スペースバンド、ロスト・ア・ファウンド、カイ・バンド、裏切りの街角、か谷やつ・ヒ同系役、大抜き・太イサマー・コネクション、ラージ、竹内・マリア、高中・マ義、セイチェル、ティンパン・アレー、チョッパーズ・ブギ、矢沢・エキチなどの録音に携わる。年、セカンド、から正式に、サディスティック、ミカ・バンドに参加し、 サード、ホットメニュー、ミラージュ、ブルー作曲、フォース、ライブインロンドン。1975年秋、ロキシーミュージックの前座として、前衛ツアーを成功させた。その後、ご藤時、高中正義、高橋幸宏の4人で、サディスティックスとして、活動を開始。サディスティックス、We Are Just Taking Off。1978年8月29日に球団会館にて、 ライブ、その時の録音、ライブショー、3枚のアルバムを作った。矢沢栄吉1976年7月24日、日比谷谷街音楽堂、ソロライブサディスティックスで参加。小原綾、林達夫、大村健二、ジョン山崎、浜口茂外成らと、バンブーを結成。ライブ活動、1977年、ソロアルバム、エイクールイブニングを作った。 1979年、マナ、茶箱トリックアレンジを担当。イエローマジックカーニバル細野春尾美作、五反田屋の秋子作。1978年、映画、悪魔が来たりて笛を吹くの音楽を尺八演奏家、山本国山と共に担当する。同時にサウンドトラック、悪魔が来たりて笛を吹くに、作曲、編曲、演奏で携わる。1980年代に入ると、 イミテーションを結成。香港にて、デビューライブ。ファースト、オリジナル、スティーブ・スケールズ、ダレット・マクドナルドをゲストに迎え、セカンド、マッスルヒート、エグゾティック・ダンス、サード、ハッピー・ハンティングなどの作品がある。1984年、フランス RCA、SA から、イミテーション、ハッピー・ハンティングが発売された。ザ・ベンチャーズ、カメレオン曲、メッカを提供。 片岡鶴太郎、キスを、もっとキスをのプロデュース。1982年、大空晴海、晴海のムーンライトセルナーで、フロムザムーン、バックトゥーザサンを、作曲、編曲。イミテーションのボーカリスト、チーボーのソロ、パラダイスロスト、スリーピングビューティーンザシティ、セラピーにテトーテイラーと共同制作、クレタカルホ、エポ、モムヨ、バンタ、クボタハルオ、リンドブソンと共演。 1988年から英国を拠点として、本格的に、音楽プロデューサー職をスタート、エアースタジオ・インド・ミルレーン・スタジオ・エンジニアとつながる、千年コメッツ、ザ・バダック、ヒコーム、遠い音楽、ザ・ストリート・スライダーズ、ナスティ・チルドレン。1991年、西アフリカマリノ・コラ奏者、トゥマニ・ジャバテと、コート・ジボ・アール・にて録音、シェイク・ザ・ホール・ワールド、ビオラ奏者、 ジルヤッフェと共に、ザシンメトリックオーケストラを結成。ニューヨークにて、追加録音。1991年から4年間、ワーナーミュージックジャパン参加のレコード会社、MMG、イーストウエストジャパンに入籍、ハウスプロデューサーとしての制作。リクオ、ザ、ブルーハーツ、スティックアウト、千ンのバイオリン、セブンスアルバム、ダグアウト、緑の葉っぱにて、ダーティーダズンブラスバンドとのコラボ。 エースアルバム、パン、盗賊団クリエイター W、雪広福富フ W、スティーブ・シダルニックとの企画。独立後、ラス・エム・エタス、あずきちゃんテーマ曲、素敵な君、プレゼント、ダイアログ、アジサイ、ムーン・チャイルド、マイ・リトル・レッド・ブック、エスケープ、T、レックストリビュートアルバム、カレード・スコープ、愛すべき人よ、フィッシュ・ワンピース主題歌、及川光わ 悲しみロケット2号、岩瀬敬吾、ドライブカー、ジェニファー五例などの録音に関わった。サウンドクリエイターとしては、石井達也、ロマン飛行、京都母上のリミックス、ウラン、バーズクライツーシング、サムゾラの下、TB アニメイートマン98劇中音楽作、マジック、バーニングブルーなどがある。YMO の英語誌を手掛けたクリスモズレルとのコラボレーションで、アルバム、イキジアンや、 ザオラクル・オブ・デストラクション、キュウリにキュウコン・ド・ージー・ラズベリーとバナナ・楽団、フィンガー・プリンツ・オブ・ゴッドなど、よ、2006年2月15日、CD、エイクール・イブニングが再発された。2005年、JR 福知山線脱線事故の被害者のサポートとしての CD、ザ・ジャーニー・オブ・アワー・ライブズを制作、そして、無料配布を行った。チャリティ活動、リードッグ基金として、基金活動、 インディアナ大のユースフィランソロピー視察。ピアニスト数名と、感覚起奏者数名の参加を得て、音環境整備運動、サウンドガーデン。2013年東日本大震災のサポートとして、三陸鉄道と、4月3日一部再開通式、吉浜駅にて、大船渡高校吹奏楽部員6名と共に、デューク・エリントン楽団の名曲テイクザ、エイトレインのピアノ演奏、 2014年4月6日、三陸鉄道北リアス線、全線運行再開記念式典宮古駅前にて、宮古高等学校吹奏楽部6名と、列車の角出に花を添えた。ありがとうございます。